こんなニュースありまんにゃわーわーちょっと待ってお前も恥ずかしそうにするのやめてくれたけちゃんはあれでしょ、もう正直もう踊ってばっかりやから北海道の細かいニュースとか全然知らんでしょはい、教えてください。先輩が教えてあげるから。ありがとうございます。北海道には大きなニュースだけじゃないの、はい、隅々にね細かいねこう心を揺さぶられるニュースがいっぱいあるの。お願いします。それをね紹介するコーナーですね、はい、いくよ、はい、小樽の話題です。雪かきを点数化して競う第11回国際スポーツ雪かき選手権が18日小樽市内の4会場で開かれました。中学生高校生一般の各部門に19チーム約90人が参加し、雪が積もり狭くなった住宅街の生活道路を丁寧に除雪しました。2014年から、毎冬開催。参加者は指定された約20メートルの道を1チーム3から5人で約30分間作業し、消費カロリーの多さのほか雪かきした道幅の広さや坂道のなだらかさなどを点数化しました。今回はスコップですくった雪の重量を測定できる手袋センサーグローブも新たに導入し、競技性をより高めたということでね、参加した、地元の中学生かな、中学生の男の子1年生かな、中学の陸上部の仲間と初めて参加し、チームワークよくできた、たくさん汗をかき地域の人たちの役に立てて嬉しいと話したとね。すごいよね、普通の生活道路を実際に素晴らしいですよ。もうね、高齢の方とかもね、なかなか難しいですから雪かき、ね、竹ちゃん戻ってばっかりで雪かきとか全然してないでしょはい、どんなイメージだよ。ちゃんと答えていいんだよ、やってんだったらやってるでもいいし。やってないです。やってないんだ、それはやってないんだ本当に。キツネが雪かきしてるドラマか俺見たことない。タキヤちゃんはキツネじゃないんだよキツネではないんだよ。そうかそうかそうか、まあね、でもそういう雪かき選手権にね、もしね出場するってなったら、もしかしたらね毎日雪かきが楽しくなるかもしれないですよね。タキヤちゃんの前でもやるんだな、コシ。ダメだ、もう一回。はい、はは、これならどう？ちょっと待って、もうダメ、もう全然そのなだらかじゃないから、もっとこう究極のこうスロープをイメージして。はい、もう一回。もういい加減にして。何？冬の間何年も何年も毎日毎日雪かきさせられて、これが何になるのよ。いい加減ロードヒーティングにしたらいいでしょ。あ、それは絶対にダメだ。どうしてよ、どうせお金がもったいないんでしょ。ロードヒーティングの工事するのにたくさんお金がかかるから。そうでしょ。違う。じゃあ何よ。死んだ母さんとの約束なんだ。え？お前が雪かきを一人前にできるようになるまで黙っていようと思っていたが、もう話す時が来たみたいだな。これを見ろ。え？国際スポーツ雪かき選手権。お前がまだ小さかった頃に始まった大会だ。このチラシを見て母さんは言った。いつかこの大会に家族で出て優勝しましょうってな。それから5年後、母さんは病気で天国に旅立っていった。そんな。だから私はお前を雪かきのプロフェッショナルに育てて、母さんとの約束を果たそうと誓った。そんな私の計画も今日で終わりだ。終わりって諦めるの？いや、お前はもはや世界一流の雪かきアスリートだ。今年の大会エントリーするぞ。わかった、じゃあ早速このエントリー用紙に。いや、ちょっと待って、やっぱり無理よ。どうした、なぜだ？この大会一チーム3人からの出場、私たちじゃ一人足りないわ。なんだって、はあ、どうしたらいいんだ。あと一人、あと一人誰かいないのか。私を忘れてないかしら。あれ、あれ、あなたはお母さんの妹のミユさん。姉さんの夢のことなら私も聞いてた。だから私も今日まで一人で特訓してたの。そうか、よし、じゃあ決まりだ。みんなで行くぞ、国際スポーツ選手権ゴーチーム。マジかマジか、ちょっと
あれ？なんかありました？竹谷ちゃん？なんかあれですよね。何一人で、マジか。先生思い切った台本書きましたね。竹谷ちゃん入れ込みましたね。なんかありましたかね。どうしたどうした、ないですよ。いいチームワークでしょ。なんか一人なんかすごいなんかセクシーな大人のお姉さん入ってきたよ。色気のある。やっぱ最後ゴーチームって時なんか一緒にエスコンに立ってる気持ちだったもそればっかりやねんってお前だからそうだよ。ちょっと俺はそういう面ではこうしてない。そっちよ、そっちがこのドラマに乗っ取ってやるよお前は。いやちょっとねやっぱりこう、うん、北海道ねやっぱこう根ざしたね、うん、やっぱそういう事務所にも入ってもらったから、うん、やっぱ細かいニュースも竹谷ちゃんにやっぱり俺は先輩として仕込みたいし、はい、やっぱこう演技もやっていきたいって、うんいう話やからやっぱりね、はい、俺もう主演俳優でしょ僕だってもうすぐあこっち佐藤さんやっぱその辺のバックボーンも知ってもらいたいと思ってねちょっとこう慣れないとこやろうけど厳しくでその藤尾くんからして竹谷ちゃんの今のお芝居どうやったんですか。超可愛かった。うるせえだろうるせえだろめっちゃただの親父じゃないか。ありがとうございました。